ートソングス。こんばんは、前田敦子です。ラジオネームリオさんからのメッセージです。私も私の友達もあっちゃんと同じでトマトが大好きです。だからその友達の誕生日にトマト料理をサプライズで作ろうと思うんですけど、なかなかアイデアが浮かびません。何かおすすめがあったら教えてほしいです。トマト料理優しいね。やっぱスパゲッティじゃない？うん、私はスパゲッティが好き。ミートソースじゃなくてね、あのトマトだけのやつがいいですね。今日の朝ね、久しぶりにパスタ食べたんです。何ヶ月ぶりに食べたんだろう。私今日の朝本当にやばかったですよ。チーズオムライスと、あとトマトスパゲッティとパンケーキとあとね、なんかちっちゃい抹茶パフェ食べました。やばくないですか？どっちゃまあいいか、朝だからって私フードファイターやりたいんですよ、夢。なんかね、すごい食べるっていうことをね、一回ね、みんなに見てほしい。一食で三食分ぐらい食べますよ。欲張りなんですね。お寿司のフードファイトとか言いたい。うん、楽しそうトマトの食べ物だよね。あとはね、でもやっぱカプレーゼじゃない？うん、おしゃれで美味しくて。あとはなんだろう、でもトマトは生で食べるのが一番好きですけどね。私いろんなトマトを用意して生で食べたりカプレーゼしたりとか、あとミネストローネとか。トマトだらけじゃんみたいな。トマトは、ね、まあまあ何にでも使えますしね。いいんじゃないですか。もう真っ赤な料理いっぱい作ってください、ぜひ。リオさんありがとうございました。さて今週は、先日アメリカで行われた MTV ビデオミュージックアワード授賞式、ビヨンセが発刊ということで話題になりましたが、ビデオミュージックアワードにまつわる曲をオンエアしていきます。今日は、やっぱそこから行くでしょうっていうね、最優秀ビデオ賞を取った、ビヨンセのフォーメーションです。フォーメーションは他にもね、いっぱい撮ってるんですよ。ポップビデオ賞、最優秀振付賞、最優秀監督賞、最優秀撮影賞、最優秀編集賞。はぁ、すごいですよね。だってビヨンセって自分のチームを全部変えましたもんね。なんかそれが一回話題になったじゃないですか。でも結局こうやって形になってるっていうことはやっぱすごいですね。かっこいいな、いつか見てみたいですね。それではまた明日。前田敦子でした。